外に飛行機が飛ぶってことですかね。いや、なんか行けるみたいですよ。そしてイギリスとかはもうなんかコロナもう風邪認定みたいな状態になってますからね。はい、本当に神経質になってるのはね、アジア各国だと思います。あ、マガラ選手現地対決なんですね。いや、このマガラ選手もなんかこう見てたらなんかこうバンガーウェンみたいなね感じの、うわ、なんかいい感じですね。なんかまだ若いし将来楽しみですね。マガラ選手もなんかこういい感じです。そうですね、この2人は現地対戦です。いやノーセットアップ投法ですかね。99302。いやー、いいですね。いいテンポです。かっこいいです。18とか20から行くんですけど、狙えてますね柴田選手。さあマガラ選手、あとここでミスですね。202残り。いや、狙えてます、狙えてます。あ、マイケル・スミス、あ、そうですね、マイケル・スミスっぽいですね、ほんと。いや、すごいですね。102残り。これ現地対戦なんでアレンジ出ちゃうんですよね。おっと、これは大丈夫ですね。上がり目あります。11ダブル。いやー、3本目。いや、いい感じですね。これは柴田選手いけますね。これは、ここで134。少しマガラ選手が荒くなってきた感じがします。さあ柴田選手100欲しいですね。いやー、注文以上、140で上がり目をしっかり作ってきました。さあ127残り。20から19トリプル。16に行く。このパターンはね、16に行くパターン使えますよね。さあどこを攻めていくのか、
トリプルからいく。アレンジからの20ダブル。ナイストライ。10ダブル。いやーいいですね柴田選手。めちゃめちゃいいじゃないですか。15、16。そしてマガラ選手、ちょっとね柴田選手の精密なダーツにちょっと圧倒されてますが、柴田選手もこのグリップがなんか変わった感じしますね。指のなんか抜き替えが少しちっちゃくなった感じしますね。おい、100取ってきました。さあ100取って247残り。まずは上がり目ですね。トリプル捉えて上がり目出してきます。いやー140、いやーすごい。トリプル捉える。さあマガラ選手も上がり目を出してくる。107残り。20から17、18。あーここでマガラ選手チャンス。トリプルダブル、15トリプル。そしてしまったです。20ダブル、10ダブル。うわーここ決まらずでマガラ選手チャンスです。和製マイケル・スミス、マガラ文明選手。うわ決まらず。これで柴田選手がチャンス。打ち、そしてやっとこれでどうする。アレンジバースト、バーストですね。2本目、柴田選手がダブルを引っ張ったところをマガラ選手が決めてきました。
さあ、お互いロースコアスタート。さあ、どちらが60を絡めてくるのか。うわー、40461。20に戻る。さあ、260残り。トリプル絡めてくる。そして上がり目を出して、うわー、さすが、さすが柴田豊川選手ですね。調子いいですね。さあ、ダブルダブルではいかないですね。60からか。アレンジからの20ダブル。トリプル捉えて。まあ、2本目19に行ったらブルでアレンジが出たんですけどね、上がり目が。3本目、いやー強かったですね。さすが PDC プレイヤー。